ちょっとみんな生きてるから知ってるよ。かわいい帽子がよりかさんの。あ、よりかさん帽子かわいいですよ。かわいい。逃げちゃった。かわいい。あの、今回は私はダイニングテーブルのな、あ、違う違う、ダイニングルームの中にちっちゃい書斎を作りたいんですよ。いつもダイニングテーブルにパソコンが出てるので、うん、なので一番の目的は、うん、そのホームオフィスのデスクです。はい、ちゃんと機能を測ってきたので、はい、あ、すごい。それを主に私は探して、あとね、お二人は好きなものを探して探そういきたいと思います。大丈夫なのでしょうか。思っていた雰囲気とだいぶ違いますが、これが有名な、やばいやばい、これではないんですね。これアジアの、これではないですね。アジアのや村。あ、ここはちょっとわからないんですけど、こうエリアがね、分かれてて得意分野が分かれている。あ、なるほど。で、ここはベルネゾンっていう分野っていうか街みたいなエリア。なるほど、行きましょうか。テーブルの上に行くやつかな。え、そうか、そう思ったけど違うね。あ、照明、あ、照明、ね、接続部みたいな。スイッチ、すいませんみたいじゃないね。私もすいませんかとちょっと。ここ可愛いんだ。あ、見よう見よう。でも結構値段しますね。結構しますね。こういう感とか可愛いけど。可愛い。可愛い。でも高い。10ユーロって1200円、1300円。1300円。高いね。高いね。これ1ユーロだね。日本語だからっていう。わかる。そういうのとか本当に撮影とかに使いたい人からしたら、うん、日本でなかなかないかもしれない。うん、確かに。1日だけしかなかったりしたら、これ何に使うんですか。スーパーシトロンって書いてある。スーパーシトロン。では、アトリエ55見てみましょう。入り口からして椅子がめっちゃ可愛い。すごい素敵。ね、この大理石のテーブルもすごい可愛いよ。しかもお家にすごく合いそうだね。うん、ちょっとキッチン感あるね。うん、ちょっと大きいは大きい。キッチン感ありますか。キッチン感あります。リサキッチン感があります。ね、ね、見て、うん、このダイニングテーブルセット。うわ、素敵。めっちゃ素敵ですね。これはありますね、キッチン感。キッチン感、あ、キッチン感。つづりさキッチン感ありますね。これもみんな好きでしょ、これ。好き。飾られてる絵まで素敵よ。本当だね。うん、本当だね。この鏡も可愛い。鏡でさ、結構大きいね。素敵、ね、素 敵、形が変わってて、ね、めっちゃ可愛い。めっちゃ素敵ですね。光ちゃんナイスです。価格帯を全然知らないっていう。でもそうです。なるべく変わらないようにして歩いてる。1250円。これも1250円です。え、ちょっと待って、ここちょっと何の保養、何かが起きてる。何かが起きてる。あれ、ここもしかしてやばい、やばい系のめっちゃ高い系のとこですね。これ待って、このさ、ランプ、ランプはおいくら何円ですか。このランプで190ユーロですね。結構なお手前。8万円ぐらいですね。ここは混乱ショップです。ここ混乱ショップです、皆さん。ここは混乱ショップです。クリニアン混乱ショップです。クリニアン。そうですね。なんかでもちょっと南国っぽい雰囲気もありつつ、ここの鏡いっぱいあるの、ここがすごい可愛いよ。本当だね、とっても素敵。これいくらだと思いますか。いくらだ。何ユーロだ。え、5000ユーロ。いやいや、もっといくんじゃない。いくらですか。8000ユーロ。ビゴ。やったー。7900ユーロ。やった。ね、見て、このテーブルと椅子のさ、ひかりちゃん大好きなやつじゃん。ひかりの家です、これ。ひかりの家はこれです。これ、ひかりの家これです。同じもの？素敵。でもイタリアだったら
イタリアなんだこれ。はい、あ、一緒、うん、一緒です。へえ。それのヴィンテージ？あ、これはヴィンテージだね。おそらく。すごい。かわいい。これいくらするんですか、ヴィンテージの？ヴィンテージで、あ、590。あー。UMPS？ UMPS。あ、1個で。買おうかな、うん、実はあと2脚買おうとしてて、あ、買った方がいいね。そして、うん、で実はこっちの色も探してたんです。あ、このベージュっぽいのね。そうなんです。あんまりないの？あんまり実はあのていうかうち新品で買っちゃったんだけど、うん、ヴィンテージの方が色この汗良くないですか？うん、うん、でもこのここが日焼けしてる感じでね、うんうん、でも状態よろしくない？ちょっとお掃除して。いい、うん、あ、可愛かったですね。解散、解散しましょう。なんですけど、今日ね、空いてるって言われてきたんですけど、今日はどうやらスキーバカンスだからスキーに行っちゃった人がたくさんいるらしく、はいはい、空いてるお店で頑張りたいと思います。失礼しましたかとか、うん、かわいい。奥のさ、大理石マーブルのカビもめっちゃかわいい。ああ、ほんとだほんとだ、めっちゃかわいい。ゆりかさんのお家に合いそう。好き。レトロですね、やっぱかわいい。かわいい。シャンデリア欲しい。シャンデリアね。シャンデリア欲しいです。ヴィンテージっぽいシャンデリアとか、うん、ね、いいですよね。おしゃれ。あ、いいね。でもさ、ここがないんですよ。もう絶対にここに戻さなきゃいけない。一押し商品ですね、これね。うんうん、これかわいい。あ、かわいい。キールドワイヤルみたいな。かわいい。何入れるの？何の入れる？これ。ザクロジュースとか。ザクロジュース。おしゃれ。すごいね。すごいね。キッチン道具がいっぱい。ドーナルって本当に可愛いですね。でもね、ドーナルはいいって言ってましたよ。あ、本当？友人が作りやすい、使いやすい。作りやすい。どうかどうかは知らない。そこまで深い話は聞いてないですけど。いいらしい。いいらしい。新品だとなんかやっぱ100-200ユーロしちゃうから。へえ。これだと一生ものだからって言ってましたよ。ピーターさん、これが好きですよね。え、そういうことない。時間がわかんない。ごめんなさい、トリカゴが好きかどうか自分に問いたこと、問ったことがなかったので、今初めて自分にトリカゴが好きかどうか問いただしてます。あってさ、そこに、はい、ゆりかさん、トリカゴ買おうかなと思った、はい、あ、買わないよね、これはでかいわ。いや、なんか好きだった気がしたんだけど。ボンジュール。ゆりかさん、これは数百万円ぐらいする？多分、日本だと数百万円しちゃうんじゃないかなって思います。日本だとね。いいですね。え、かわいい。すごい好き。すごいね。そう。え、面白い。お皿。え、面白い。ね、とても素敵。そこに食べ物取って食べるのかな。ね、キャンプっぽいね。キャンプっぽいよね。いいのがあった。よく見つけたね。すごく合うね。合いそう。100×50 ぐらいがいいんですよ。はいはいはい。ちょっとここの幅が広いかな。100？ 横が100ぐらいで。そうか。私はすごく手を広げると20センチだよ。
ゆりかさんの手が広げると20センチだって。20大きい大きいね。もう本当にそのサイズがマックスのサイズなの。うんうん、一番快適に、あ、快適か、部屋が使えるサイズが、そうなんですよ。ちょっと大きいわ。でもすごく合うね、ね、雰囲気に。ひかりちゃんの家の椅子みたいな黒っぽい椅子を使って目星まだつけてないんだけど、ね、すごくいい。あの椅子買えばいいじゃん、じゃあ。いや、でもオールブラックもいい。なんかもっとアンティークっぽいのでもいいかなと思って。ひかりちゃんの椅子もモダンの要素もちょっとあるじゃん。 うち他がすごいモダンで。確かに確かに。もうちょっと奥行きが欲しいんですよ。そうだね。そうなんですよ。でもすごく あれいい ね、あんなのですよ。でもこう、ね、もうちょっと吟味します、はい。ヤスゴくん、アブヤントー、ボンジョーね。あ、ココでよかったかもね。ちょっとここかな。でもとってもサイズ感は。そうだね。こういうサイズで。かわいいね。なんかちっちゃめが。ありがとう。ちょっとまた見つけようか。お子さんたちのもの入れたり、かわいいね。ここね。すごい素敵。めっちゃかわいいね。全部かわいい。鏡もかわいい。かわいい。子供部屋に置きたいね。かわいいね。本当に。こういうのって本当になかなかないですよね。これ素敵ですね。これすごい素敵。え、何入れんだろうね。ちょっと浅さがね。全部めっちゃ浅いの。わかる。靴下ばっかりって感じ。下着靴下。新生児のボディじゃない。新生児用ね。かわいい。ちょっと浅い。でもおむつとかね。絶対また来るわ。クリニアグール。いや、そうだね。角度に。いや、自信がある国の人間はそんなことできないね。かわいい。あ、かわいい。このゆりかさんの花瓶機器のコーナー、私大好きなの。花瓶。でもゆりかさんとのびのいち行くと大体なんか花瓶探しが始まりますよね。確かに花瓶見ちゃうよ。ね、そうだよね。もっとこう先っぽが詰まってたらな。Je parle des fois, tu ne m'entends pas. Comme un écho qui s'évapore dans l'univers. Sans retour, tu me laisses sans fin. なんかかわいいね、これ。ねえ。かわいい。ノアジェットってこうやって料理に使うんですね。ああ、そういうことを考えるんですね。なんかマルシェとかに売ってるけど、ノアジェットって。